はい、猫ともつ時からやっていきたいと思います。ゆうたさん、はい、おつもうお昼ご飯は食べたですか？みんなもうすぐね、夜7時なのよ。うん、ちょっといつもよりね、なんなら遅いよ。まだおやつの話してるよ、大丈夫？今日のミッション見ましょう。とりあえずババ抜き、植物収穫、縄張りパト、猫じゃらし。猫じゃらし絶対なんだね。なんか嫌なわけじゃないけどね、絶対なんだ。1位を目指そうね。悩むです。うわ、初めて自分の手持ちにジョーカーがある。絶望っていうか手札を。ワクワク、負けちゃいそう。これ、やばい、絶対ジョーカー引かせないと。11が欲しいです。これは6です。くそ、あ、ペアになりそうなカード。まずいぞ。6ないです。よっしゃ、あわわわ。ごめんよ、ジョーカー引かせちゃって。嘘、や、7が欲しいです。意外と終わんないね。よし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 。これは11です。あ、いいよ、あげる。はい、11が欲しいです。ルチあげない。ひどいね。わかんないな。待って、結構白熱してないバトル。これは11です。それ引いちゃうの？これしかない。全然揃わん。7が欲しいです。ペアになりそうなカード。よっしゃ、やばい、あと2枚。これは7です。負けちゃいそう。絶対絶対絶対。それ引いちゃ、取っちゃいそう。これしかない。はい、勝ちです。これしかない。楽しかった。いや、意外といい勝負してていいよね、本当。さあ、いい勝負もしたし、ちょっとお出かけでもする。あ、そうだ、山にね行けるようになったら山行きましょうね。始めるです。あ、木の枝落ちてる。ワクワク、欲しい。あ、でも釣り竿って持ってないよね。持ってるか、え、持ってないっけ。で、それ3。帰ったらご飯食べたいです。そうだよね、わかるの。持ってなかった。そうだよね、1出したい。頑張るぞ。よし、疲れてないです。見つけた、やりましたです。これが欲しかったんだよ。立てないな。2、ゴールは難しいな。帰ったらご飯食べたいです。わ、うん、はい、可愛いけどね、落ちてるのもね。可愛い。よかったです。木を3個ゲット。あ、偉いよ、レオンくん偉い。パトロールするです。暑くない？暑いです、とても暑いです。あ、それだけ虚無だったね。早く行こうよ。ゴールは無理だよね。あ、無理だ、ギリ無理だ。ごめんね。バッチリです。やりましたです。やりましたです。まあ2でいいかな。ゴールを目指すです。ゴール無理なの、ごめんね。はい。ねえねえ、なんでもない。やば。やばすぎ。おしまい。
結構ヤバめだよね。5個はでかいぞ。なんかそれ、そう、プレゼントあげればいいんだよな。釣り竿売ってないのかな。プレゼント、お猫じゃらしと木琴でした。え、木琴買おうかな。結構木琴好きなんだよね。なんかよくない？ガーデニング釣り？いやでもこれ関係ないもんな。さあ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 、プレゼントだよ。わあ、木琴です。叩くと音が出る。これで何しよう？演奏する。よく聞く曲って何なの？確かにそうだよね。何聞いてんだろう。どうよ、これは嬉しいんじゃない？猫としてはやっぱりね。さあ、猫じゃらし。猫といえば猫じゃらしです。思いっきり遊んでいい。壊さないようにね。猫パンチするね。出た、猫パンチ。早速猫じゃらしで遊ぼう。どっちが猫じゃらしを振る係になるです？順番子でやろうよ。最初はゼオンが振る係やるよ。わかったです。ふふふふふふ、楽しみです。ゆうたさん、猫じゃらしセンキューです。センキュー、とっても幸せなのよ。なるほどね。じゃあちょっと一回エピソード挟みましょう。なんだろう。レオンちゃん、あの後ろ姿かわいい。レオンちゃん、聞いてるです？え、まさかの無視？びっくりよ。何回も読んだんですけど、何をしてるです？レオンね、今猫チューブ見てたの。猫チューブってスマホで見る動画のことですよね？そうそう、猫チューブってとっても面白いのよ。一日中趣味のことしてる動画があったりね、24時間動物チャンネルがあったりするの。まあリアルの YouTube でもありそうよね。レオンが今一番お気に入りなのはガチャガチャドーって動画。ガチャガチャって回して丸いのがコロンって出てくるの。なんだフルよ。昔見てたな、そういうの。面白さはレオンの1日猫チューブ動画が撮れるくらい。猫チューブに夢中でお返事なかったんですね。やっぱこの顔可愛くない？この顔可愛いわ。ついつい、あ、そうだ、ゆうたさんはスマホで何をよく見るの？え、でも私あんまり YouTube スマホでは見ないんだよね。基本パソコンで見るからさ。スマホの画面でしょ？ Twitter。 Twitter って変換されるよね、別に。基本 Twitter だな。インスタはね、そこまでなのよね。ツイッター、レオンも見てみたい。ちゃんと言ってくれる、ツイッターって。ツイッター、面白そうです。全然面白い場所ではないのよ。あ、そうそう、
素敵な写真をアップするニャンスタグラムもお忘れなくです。あ、まるこちゃんがいっぱい写真撮ってると思ってたらニャンスタグラムにアップする写真だったのね。実はそうだったんです。かわいいニャンスタ写真をいっぱい撮りたくて。スマホっていろいろできて魔法の箱みたいね。あ、でも読んだらお返事はしてほしいです。うん、これからは気をつけるね。まあでもいるよね、スマホばっか見てて読んでも無視する人ね。よくないよ本当に。今日のミッションがボール、ご飯あげてない、やばい。あ、木琴で遊んでる。あ、待って、新しい料理がない。 No、 なぜなぜ。やっぱお前はまだ新しい料理を取得するほどの技術、なんていうの、スキルはないよみたいな。トン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 、そういうことですか。出た、これ苦手なんだった。はい、暑くないかな。暑いよ。暑くないかな。暑いよ。マルコやばいね、つぶらな瞳で見すぎだよ。さあお食べ。かわいい。骨も食べるんだよな。骨そんな綺麗に食べれるほど火通ってるかな。結構なんかそう煮ちゃうとさ意外といけるけど、これパッと焼いただけだからちょっと不安だわ。大丈夫？やっぱね、喉にぶっ刺さる可能性っていうのがあるからね。うん、植物ね。はい、あと1回だって。待って、水の量はえぐくない？結構えぐめね、ほんと。これをじゃあ収穫します。で、何か植えましょう。コンペイトーかな？素材が足りません。これでいこう。はーい。んーで、ボールやる？ちょっともうボールなんか毎回やりすぎてさ。ねえ。はい。あれ？立ち位置違くない？はい。あれ？はい。反省した？えい。やっぱあの、ボールの挙動を変えてごめんなさいみたいな。そういうこと？はい。えい。そういうことかもしれない。今のとこいいよ。はい。はい。はい。いいよ。うわ、変えたよ。えい。挙動変えないでよ。行くよ。にゃ。はい。です。にゃ。行くよ。待って、今日うまくね。にゃ。ノーミス行こう、ノーミス。はい。行くよ。えい。はい。はい。はい。です。ごめん、顔にぶつけた。本当にごめん。ほんとごめんね。です。えい。結構やばめ。えい。もう失敗許されないよ。えい。にゃ。とう。いくよ。にゃ。はい。えい。はい。はい。えい。はい。それ。いけそういけそういけそう。です。ああ、もう。あなたたちわざとハイスコアを取らせないようにしてるでしょ。ありがとう。ちょっと私泣きそう、本当に涙が出そう、うん、さあラストミッション、そう、ダンボール全然ミッションに出なくない？音楽に合わせてです。まあこれもね再放送なんですけどね。
何回目の再放送？大丈夫？新しく買った猫じゃらし使えばいいのにね。この歌ってさ、なんか電波ソングかと思わせてさ、歌詞意外とちゃんとしてるよね。まあこういう曲に多いけどね、歌詞はちゃんとしてるけどみたいな。ほら見て、もうさ、喋りながらでも結構完璧。まあね、そろそろ難しいモードとか用意してくれても全然いいのよって内心思ってる。これで今日のミッション終わりかな。はーい、羽です。おつ、なぞくなら。え、着てるじゃん。どういうこと？ナナヤン、ラゾックです。え？ナハハ、びっくりさせちゃった。スマホで見たの。ラゾックって人。服を着ないで裸が好きな人をラゾックって言うらしいです。そのままの意味なのよね。しかもね、レオンたちね、ユータさんのお家に車で。服を着たことなかったです。まあ猫だからね。だから裸族の仲間だったのかもって話してたの。違うね。今はユータさんのおかげで服を着られるので、裸族から服族になったですね。服族って。好きなものを何々族っていうの面白いね。あとみんなでローソン族ですね。ねえ、やばくない？もうただそれただの族だよ。もう字変えた方がいいよ、族。遊び族だね。あと好きなもの、あ、ゆうたさんからもらったこのお名前好きです。レオンもこのお名前好き。ゆうたさんにつけてもらったお名前族です。族だね、ほんと。ちょっと長いね。ちょっと長いけど大丈夫よ。木もきっと同じです。え、ゆうたさんにつけてもらったお名前族になって。あ、そっか、木っていう名前にしたんだった。忘れてた。そうだそうだ。ねえねえ、ゆうたさんには何々族っていうくらい好きなものある？族ってつけるほどのものはない。なんかちょっと、なんか違う気がするな。族ってつけなくない？この中だったらどれが一番好きな感じ？うわ、うわ、別に静かに本読まないし、元気に体を動かさないし。じゃあいいよ。私昔カラオケすごい好きだったし。好きな歌を熱唱するが好きなの。ゆうたさんは好きな歌を熱唱する族なのですね。歌ってる族なのね。何々族って面白いね。また好きなものを見つけて何々族になるです。みんなやめねえよ、族になるの。よくないよ、族になるなんて。ね、私の言ってる族がちょっと違いすぎるんだけどね。レオンちゃんとお散歩しているときに、ガーデニングに使えそうな鉢を見つけたです。何、また取ってきたの？レオンちゃんとお砂場で遊んでたら、お砂場から鉢が出てきたんです。これで育てれる植物が増えるです。お庭に置いてくるです。それ大丈夫なの？ねえ、ちょっと撫でるしとこう。ねえ、やっぱ一日一回撫でないと。ツンツン、気持ちいい。撫で撫で、すごい
大満足。大満足。かわいい。遊んでる遊んでる遊んでるぞ。ありがとうです。もう一個エピソード見たいよね。嬉しいです。たまるかな。もう結構たまってきたよ。嬉しいです。満足したです。満足したです。何がいいかな。おしゃべり。マイプロフィール、猫プロフィール。お風呂、餌を見つけた。何マイプロフィールって。ゆうたさんにお願いがあるのよ。まる子たち、ゆうたさんのこともっと知りたいです。あら、知りたがりね。だから、ゆうたさんのことレオンに教えて。やったー、ゆうたさん、センキュー。教えてくれたことは忘れないようにスマホにメモしていくです。いや、別に忘れてくれてもいいよ。その大したことは多分教えられない。いっぱいおしゃべりしていろんなことを教えてね。目指せ、ゆうたさんマスターです。へえ。終わったんだけど。あ、そういうこと。マイプロフィール見れるようになったって。まあじゃあちょっとダンボールやろっか。全然こうね。猫たちとタッチしてね。ダンボールをやれっていうあれが来ないからね。始めるです。タッチされたです。本気でいくよ。タッチ、タッチされたです。タッチってかも叩いてるんだけどね。タッチされたです。大丈夫。20回以上ね。20回じゃ余裕だわ。タッチされたです。これ前回の数とか出てこないんだ。はいや。タッチ、誰が開けてんのこれ。楽しかったね。よし、じゃあガーデニング行こうか。1個増えたっていうし。何植えようかな。これにこれ。お水どお水カンストしてない。大丈夫。もっと使っていかないと。あ、エピソード来たよ。行きましょう。みんなでお昼寝。今日はとってもいいお天気。屋根ってニャンダフル。壁もニャンダフルです。安心します。日記山で屋根や壁のないところが辛いね。何度も天井を眺めたり壁を指さしたりしてクスクスと笑ったりしています。プークスクスってこと。雨が降っても穴探さなくていいんだもん。寒い時にも穴探さなくていいです。穴。穴と雪の女王。まる子ちゃんも穴探してた。ほら穴。はい、すごい探して見つからない時はニャンニャン泣いたです。それに比べてお家ってほんわかです。ほんわか、ほんわか。あ、かわいい。めっちゃかわいい。お家があるって幸せよ。幸せよ。お家があるってハッピーです。なんかあの足の短さがやっぱかわいいよな。うん。眠っちゃっても襲われる心配もないです
し。辛いのよ、襲われるとかいうワードね。ほんわかだわ。ほんわかです。ほんわかだわ。むにゃ。むにゃ。かわいい。気づけばもうお昼。え、昼前に寝たの？ねえねえ、ゆうたさん、家を好きな人って家族って言うの？言わないです。家族って書いて家族って読むんですよ。家族って何？一緒の家に住んで一緒にご飯を食べて一緒に遊ぶお家が好きな人たちのことです。じゃあレオンとマルコちゃんとユータさんは同じ家に住んでるし、一緒にご飯も食べてます。遊ぶ時も一緒だし、お家のことも好きです。じゃあ家族ってことかな。確かにそうですね。うん、そうですよ。レオンちゃんとマルコとユータさんは家族です。家族です。そうだね、家族になりたてなんだね。そうかな、ティル、そうだね。このご飯と一緒で、出来たてほやほや家族です。出来たてほやほや、家族って、デリシャスね。デリシャスですか？家族って、どう食べるです？まあね、ちょっと怖いよね、家族を食べるってワードはね。うん。出来たて家族になりました。へぇ。称号か何か？8時です。8時ですよ。ゆうたさん、聞いて、聞いて。どうされた？レオンの部屋が欲しいのよ。あら、ついに個人の部屋を欲しがり始めたわよ。どうする？なんで欲しいの？レオンね、自分のお部屋って憧れてたの。レオンの好きなものを集めたり、飾ったりしたいの。まあしょうがないよね。やったー、うん、センキュー。すごくない？そんな簡単なの？レオンちゃんの部屋ができました。簡単すぎない？ゆうたさん、お願いがある。やばい、これはね、マルコも欲しいっていうよ。マルコの部屋が欲しいです。ですよね。いいよ。センキューです。いろんなものを置いてマルコにぴったりです。素敵なお部屋にしたいです。しょうがないよね。プライバシーって大事ですからね。うん、なるほどね。はい、ということで、あ、遊んでる。今回で一旦この辺で終わりましょうかね。8時になりましたし、おお、はい、ということでこれで終わりたいと思います。うん、バイバイ。